YouTube をご覧の皆さん、明けましておめでとう。これは2017年に撮ったものです。2017年に出演してくれたまんじくん、もっちゃん、監督とで忘年会をしました。今日はね、ほんまによろしくお願いします。ごちそうさま。ワクワク撮影隊はね、発足してから、まあ、4、5年経ってるんけど、もっちゃんが入ったのはまあ1年前ぐらいかな。うん、あ、もっちゃんまだあれですか、1年ぐらいしか経ってるってこと。うん、1年2年その辺やな。うん、もっちゃんどう、今年の、動画の思い出。急に来たね。動画の思い出か。忘年会で理にかなってやろ。うん、忘れなあかんけんな。どうしよう、覚えてないわ。覚えてないんかい。最低やな。見たもん、お前今年やろ。俺どれが今年でどれがその前かも覚えてないんですよね。じゃあなんか言ってみんな、これって。沖縄は前やんな。え、奈良は、奈良いつでしたっけ。奈良も行ってみて。奈良にな、日本一の本格タワーがあるっていうところで、うん、奈良もっちゃんどんまさっていう、どんまさ、どんまさっていうお店の名前で、へぇ、車で、そう、もっちゃんの車で。ほんますか。ちょっと早めに、ほんまやね。3時間。結構でもそんなんやったら、ええー、になるそうじゃないですか。うん、まあまあでも平安もやな。そんな安いんですか。うん、本格自体は安かった。わかるよ、やった。そう、だけど正確に言ったらとんかつではない。そうそう、ほいやね。そう、俺らも知らずに行ってさ、とんかつって言うけどさ、好きやって、口もとんかつやってんけど、食べたら若鶏で、まさかの鶏かい。あったんやけど、でもお目当てのメニューはとんかつじゃなかった。うん、食べたのは結局鶏。鶏、うん、残念や。何のフェイクやねん。でも温泉も行ってよ。その後にその前に行ってよ。そう、食べる前に着いたのがちょっと早くて、むちゃむちゃ早く着いて夜中に出て行ったから。なんそんな張り切ったんすか。いや、ちゃうね、遠いから、やっぱり奈良でしょ。早めに向かったら全部下道で行ったんで。そうそうそう、この子お金ケチやからさ。25号線で25号やったから、なんかもうようからナビに従って、ナビ行って行って、で、この子はなんか前日だから泊まってな。そうそう、で、これ一緒に行ってん。前夜祭でなんかしたやんな。何したっけ。カラオケや、お前全部忘れとる。忘れすぎや。カラオケよく行くんよ、二人で。あ、ほんじゃ、たまにあれじゃないですか、あれは、あ、互いに行ってるんすか、二人で。うん、YouTube の動画は違う人が言ってる。あ、違う人だよね。女の子とかと言ってる。パシャコとか言ってる。パシャコっていう女の子と言ってるわ。そう、一緒にカラオケ行った時は YouTube 上げてない。あ、上げてない。あ、ほんまのプライベート。俺の分は上げてない。プライベート別に撮ってもいいけど、別に俺は普通に行くから。企画として行くのは、多分 YouTube はパシャコっていう女の子とか、うん、他の子と一緒に行ったら YouTube 上がってるから。か、一人とか、一人の時もあるよ。一人で行くんですか。一人で行って撮んねん。一人カラオケで撮影すんねん。でもな、YouTube で撮影はあかんねんな。そこあんねん、カラオケ。YouTube で撮影じゃなくて、YouTube であれ知ってる、カラオケあかんの知っとる。何なんですか。うん、音が著作権で消されんねん。だから YouTuber あるあるは、カラオケボックスに行ったら YouTuber はアカペラで歌う。伴奏なしで。寒いやろ。そんなんって感じやろ。めっちゃ当たってるやん。うん、俺は別に全然消されてないから、別に普通にあげてる。海は今年すまん。今年の8月の終わりらへんに行った、もう。最後のぐらい行った。冬の海浜。つゆちゃんはお盆か。最後ぐらいに行った、行ったよ。いつとか覚えてないわ。なかなか面白かったね、朝は。ノリノリやね、みんな、あのお店がね、なんか。あ、女の子らね。そう、あの男の人も乗ってましたね。海の家の人ら全員ノリノリで。うん。映りたがりが多かったな、なんか。いや、本当に。あれはありがたかったけどね。そうそう。映りたが、自分から映ってきたもんな、みんな。ぐいぐい来たんすか。ぐいぐい来たし、自分からぐいぐいぐい好きだもんな。めっちゃおもろい。あ、知らん、見てない。ちょろっとしか見てないんですよ。長いからな、あれ。長い、確かに。でも面白いね。でもね、相手から来てくれるとほんまに助かる。助かるよな、撮ってる側はすごい楽。あ、そう。だって僕らからしたら、まあ、田中君の感覚ちゃうと思うけど、撮らせてもらっていいですかから始まるもんな。そうそうそう。この子違うね。
撮れとこ撮ったらええじゃないですか、知らん人映ってもええやん、ええやん、みたいな。そうなんや。っていう考えだから、俺らからしたら撮らせてもらえない。そうそう、もう全然ちゃいますもんね、やり方が。全然ちゃうし。全然気にしないですもん。みんなが映ってくれたら俺映らんでよくなるけど、それはあかん、それはあかん、それはあかん、確かに、それはあかん、それはうちの奈々ちゃん怒んねん、ほんまうちの。なあ奈々ちゃん、もっちゃんまた映らん言うとるわ。知らん。今までどんなん撮ってきたんですか。もう普通の子供らとか、子供ら、子供、自分の子供が何か作ってんのを撮ってとか、 あとはそうですね、監督と一緒に日本橋行ったやつを撤去にアップしただけですね。そのこれといってこれを撮りたいとかいうのがないんですよ、僕。あはは。もうその時その時休みの日を使って撮っててみたいな。それをもうちょっと編集してアップするみたいな。へえ。だから一個だからその撮りたいって言ってたのがそのプロモーション。ああ。をやってみたいなと面白そうやなっていうのもあったんですよ。なるほど。ちなみに誰とするとかって明確に決まったりした？まず全然ただやりたいなっていう。で、自分らは口パクで、後からその本ちゃんのやつをアップして、みたいな。はいはい、ああ。声だけはね。ああ、いいかもしれん。なんか、ブライアンがしとったな、なんか。もしか、うん、ブライアンがなんか、サザエさんのアフレコとかしとった。めっちゃ面白い。おうん。なんかそういうのやったら面白いかなと思って。面白いね。見てる方からしてもね。そう。やってる方も楽しいし、みたいな。見てる方から思う方もこっちのもんやね。勝ち、田中の勝ちやね。それはもう、再生数もらえるし。バズりますから、ね。バズるから。バズったら。結構な費用かかりそう、うん、そう、YouTuber ってなんか言われ、前まで言われてたのは楽してお金稼げるって言われてんけど、今言われてるのが YouTuber ってお金かかるって言われてんねんで、うん、今はすごいお金かけて企画とかしよるから、うん、確かに YouTuber は金かかるなっていう、物揃えるにしてもね、そうかかるみたい、金かかりますもんね。そうだ、パチンコ動画も何も投資せなあかんって話あるやんか、あんな、うん、そう、俺らもトンマサもそうやもんね、あのガソリン代とかね、あの交通費とかね、で、あのトンマサ代とかね、で行って他にもろもろね、しかないとかいっぱいお金めっちゃかかってんもんね、あんなめっちゃかかってるわ、お金しかないね、うん、大仏、その後大仏見に行って、でご飯もダメだしな、鹿にめっちゃ餌あげるっていう、で、こいつカメラマンやのに、なんかハーフのな、可愛い子おったらってカメラブレブレだね、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いこいつだよ、めっちゃ可愛いっすもんね、お前ちゃんと撮れたんと思って、めっちゃ可愛い子おったんすね、そう、お前せえよと思って、お前もう何やこの映像って、そうだからもうほんまにおってな、で俺がちょっとそれ見てほんま可愛いやと思って、あ、行こうかなと思ったら怖い黒人のおっさんとか、これじゃパパやと思って、またゲーセン行こうな、ゲーセン動画撮ろう、出た、うん、対決動画もいいなって話しちゃって、次は何の対決にしますか、ホッケーぐらいにしますか、そうで誰か撮ってくれる人がおらな、無理や、そうそう、二人やったら撮ってくれる人がおらんから、田中君、まあ来たらいいじゃん、ワックスさん、いや、僕は撮りたい派なんで、撮ってくれたんじゃん、じゃあ撮りますよ、撮らせてください。日本橋は結構面白かったですね、そう、そうやね、大阪って結構神秘な世界なんで、そう、ネタいっぱいあるで、心斎橋もそう、南も別にオタク以外でもそういうなんか、しかも最後にあの、あれ桂何個の、そうね、あって、桂何個と出会ってんやん、芸能人、芸能人の、僕は気づいたんですけどね、全然気づいてん、そう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 、いやほんまに嘘もとって、ほんまに気づいた瞬間携帯こう回してたら、こ うマネージャーさんがダメです、そう、へえほんまにそうやったわ、あれびっくり、よう分かったよなと思って、人だかりもそういいからな、ロキョロキョロキョロしながら、ああそう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 、あれはびっくりしたわ、あれは良かったっすね、あれいいね、大阪そうっすね、ネタいっぱいある、心斎橋も、ね、うんうん、南もあるし、うん、大阪はほんまに、うん、で大阪で YouTuber おるけど、ほんまにいろいろできるなと思う、そうっすね、うん、この男が何も覚えていないのには訳があったんです、実はお付き合いしている子がいたんです、君はええやってどういうこと、うん、君は別に女の子ともう会わんでいいやん、彼女おる、もうサイヤ人になっとるから、お前か、1ヶ月前にサイヤ人になっとるわ、そうそう、1ヶ月前できて、1ヶ月前までは普通の日本人やったけど、何が日本人だ、今、1ヶ月前からボキッって言うから、ゲスマやね、そうそうそう、そう、そう、かなり向けとうから、すごいすごいんだよこの子な、幸せやねんな、今絶好調ですね、そう、今一番いい時ちゃう、1ヶ月って、そうっすね、確かに今からです、でもさ、前さあのガチ、ギキっていう番組で、うん、あの恋愛がかかったやんか、はあ、で、付き合った時に、うん、まあ、チューと同時付き合ったやん、あ、なんか、ありましたね、手もチューも何もしてなくて付き合ってるから、どうやってどうやって
小学生みたいな、ほんま聞いたってほんま。何どうやってた、それ出会いは、出会いは告って付き合って OK や、小学生やろ。それだけらしい。職場の人、いや全然違う。タップルってやん、タップル結構今結構流行ってるアプリ、アプリ、大人、男の人だけお金かかって、女子はやってお金かかる。お金かかってたん、ちょこっとだけ、うん、まあお金かかるから女の人安心らしい。そうそうそう、変な人来へんやんか、だから女は安心するらしいわ。ただじゃないから逆に、そりゃそうやろな。そうそうそう、やっ合ってんの。でもあんま会ってないですけどね。でも一昨日会って。あ、一昨日会ったんや。うん、あ、いたりやん。で、羨ましいな。また来週も遊び行こうかっつって。どこ行くの来週？来週は京都に。うわぁ。すげぇ、お前なんかデートっぽい。デートっぽいね。デートっぽい。レンタル彼女ちゃうね、絶対。絶対。絶対レンタル彼女ちゃうね。レンタルじゃないな。どっか行きたいとこあるって聞いたら京都行きたいって言った。あ、僕ら二人使ったならば、なんか、どんな動画撮りたい？監督ともっちゃんすか？そう、使って。使ってだから俺3人でそうできるって言ったらばあるよ、ある、あることあるやんか。ああ何をしたい？別に俺何をしたいっていう企画がないんで、撮りたいのは。ああこんなやつでこういう風に撮りたいっていうのがないんで。何でもいいで、できることやったらば。あえて考えるパターンっすか。あ、どっか遊びに行こうぜってノリで撮るタイプ。そうそうそう、もうその場のフリーのあれで。ああ僕らもそんな、もっちゃん、僕らもそんなあるやんな。そんなそこそエキスポして行ったらいいんじゃない。エキスポは俺は行くけど、一緒にな。あ、ほら、二人打ってたらやもんね。エキスポして行ったらしい。僕のチャンネルでアップするんで、僕が撮るんですよ。いかがでしたか、もっちゃん、彼女とお幸せに。そして、アンジ君、また動画を撮りましょう。そして視聴者の皆さん、これからもワクワク撮影隊は楽しい動画を作っていくので、今年もよろしくお願いします。